まあ、吉牛の肉ってさ、やっぱエアコンかけるとダメだね、暑いんですよね。はい。はい。熊谷さんの。はい。え、熊谷警視庁ですか。え、どういうこと。新社がいるっていうの。いや、全然意味がわからないですけど。いや、ニコ生放送。新社がいるって言ってる。はい。え？何してるの。いや、別にあの、生放送してるだけなんですけど。いや、一応連絡もらっちゃうと来ないでおけいかねえんだよ。はい。え、警察ですか？ん？警察？警察だよ。熊谷警察。はい。いや、別に何もしてないんですけど。何もしてねえことねえでしょ。いやいや、だって別に何もしてないんですけど。何それ？で、これ放送してるって言ってないんですよ。何これ？あの、ネットの生放送です。言ってる意味がよくわかんないけど。いや、だからネットの生放送ですよ。で、それで生放送で牛丼食べてるだけなんですけど。それでいいね、切ってください。え、何ですか？逃げられちゃ困るから。だから何もしてないんですけど。呼ばれて来てんだよね、こっちは。だから何もしてないんですよ。で、僕は何してるって言うんですか、じゃあ。じゃあ制服着たやつ連れてくれよ、じゃあ。で、僕が 何をしてるんですか、じゃあ。飯食っていいじゃん。え、それ何、犯罪なんですか？犯罪じゃねえの。は？飯食って、ね、犯罪なわけないで、意味がわかんないですけど。でしょ。え、どういうことですか？学校行ったん？え、てか通帳あります？通帳？通帳じゃない。手帳。なんで大竹に通帳見せなきゃいけないんだよ。え？通帳？いや、ちょっと上がっちゃうんで、ちょっといいですか？別に逃げないんで。消せばいいだろ。いや、もう充電が、あれ、なくなっちゃうんですよ。はい、何あれ、なんだあいつ混ぜてんの、なんなんすかあれ。なんすか、なんだあの人マジに。意味がわかんないんですけど、何この人。逆に警察呼んでいいですか僕。何この人。多分警察じゃないでしょ。飯食ってんのが犯罪とか言ってますよ。なんだあいつマジで。飯食ってんのが犯罪なんだって。バカだろあいつ。どう見ても警察があんなホームレスみたいな格好してるかよバカ野郎が、うん